建築の美と美術。Aesthetics and Technology in Building by Pierre Louis Nerby。序文より。あらゆる時代、場所を通じて言えることは、建築の一般的概念と、建物が満たすべき機能の定義及びその細部を決定する技術、力学。そして美的展開、これらすべてのものが一体となるべきものであり。この複雑な建築の問題を技術と芸術に分けて考えることは悲壮的な観察に過ぎない。建築は技術であり芸術であるというよりむしろ、技術と芸術の総合でなければならない、ということである。ピエール・ルイジ・ネルビー。イタリアの構造家、建築家。図11エッフェル塔の立面図。1889年。その時代を支配していた様式主義に設計者がただ一つ譲歩した点は、一階の円形アーチを追加したことである。この時代に装飾的なものは、その上階の開口部が純粋に構造的な形であるのと、非常な不調和になっている。図12エッフェル塔の詳細。支持退却部の詳細。形式的なアーチのために必要になった。その基礎部分の突起物が、脚部の力強さと単純性を打ち壊している。図13パデルの脱田橋。図14ガラビ橋。1884年。これらの橋の設計者に一つは固定。もう一つは二ピン式のアーチ橋を選ばせた本質的な技術上の理由を見つけることは難しい。二つの橋はともに不整定構造物で、基礎の不動沈下によって起こる許容限度範囲ではあるが、支点の不動性が必要である。構造形の選択は、美的、建築的探求の結果の違いであり、前者、図13、はアーチの軽快さを、後者、図14、はその力強さを、強調しようとしたことが伺える。図15フォースワン橋。1883から1889年。この有名な橋は技術的にも施工的にも正しいものである。構造形の選択は多分施工法の可能性に影響されたものである。すなわち、大スパン用の仮設を必要とせず、低い橋脚から建て始める。この橋の建築的表現は、最も美しいアメリカの公共に匹敵する。ご視聴ありがとうございました。サンクユーフォーウォッチング。登録をお願いします。Please register.